ちょっとネイト、何してるのよこんなとこで。やめて。まさかこいつ知り合い。一応彼がドレック。ああごめん。それでどんな魂胆でここに来てるわけ。ジーンの賽銭泥棒、それか博物館襲撃。俺も会えて嬉しい。じゃあお前は世界を救うためにここに来たってか。私たちは逃げた戦争犯罪人の取材よ。ゾラン・ラザレビッチ知ってる？NATO の仕事だろ。彼は爆撃で死んだ。一般的にはそう思われているけど、お前は生きてるってスクープするわけだ。ネイト、ラザレビッチは残忍なの。拷問に虐待、彼らは集団で処刑もする。ここに来てまた何か企んでる。でもなぜここなの？どうして町を破壊するの？全然意味がわからない。いや、嘘。何？お願い、俺は関係ないって言って。何を言ってる。ここにいたの、奴らやっと巻いたわ。ああ大丈夫だ、クロエ。彼らはジャーナリスト。ああ先を急ぎましょう。ラザレビッチより一足早く見つけたければ。やっぱりネイト。おい待て待て、勝手に早がてするなよエレナ。あらあら失礼しました。前からのお知り合いなのね。エレナフィッシャーよ、前からの知り合い。面白い。おい何で笑ってるんだ。まさかあんな真面目でいい子そうな子が好みだったとはね。あいつは見た目よりずっとタフな女だよ。ああってなんだ。あの子に振られちゃったの。違うよ、当たりでしょ。俺の方が振ったかもしれないだろ。あらあら、そうね色男さん。あもう行きましょう。あちょっと待て、あいつらも連れて行く。それ本気？ああ本気だ。こんな危険なところに置き去りにできない。足手まといになるだけよ。もしラザルビッチに私たちが一緒だってバレてしまう。あいつら置いてはいけない。いつもいつもヒーローぶらなくたっていいのよ。ネイト、誰がパートナーなのか忘れないで。分かってるよ、でもやっぱり連れてく。助けならいらないわよ。よかった。本当に助けはいらない。逃げて。危ない。ああ次はどうする。まだやってるの？こんなの俺のせいじゃない。狙いが正確。練習したんだから。とにかく進め。一緒に開けてくれ。サンデオス、1、2、3。いいぞ。サンキュー。最悪。なあ、どうやって渡るんだ。向こう岸にはしごがある。来い、持ち上げよう。まあ、それで半分は当たれる。これで全部。行こう。なかなかいいだろ。さあ。
オールクリアだ。彼はいつもこんな調子か。そんなところ。何か見えるか？おい、こっちだ。あいつら抵抗する。ヘルの方だ。早く来い、急がないと。よし、ここなら安全なはずだ。素晴らしい。どうだ、あっただろ。お見事ね、バッチリじゃない。つまりここにたどり着いたのは偶然じゃないってわけね。ああ、まあ偶然じゃない。ほんと最低なら、何を追いかけてるか教えて。あのマーク見える？チンターマニ石って言うんだ。巨大なサファイアの原石で数十億ドルするんだ。まとめさせてもらうと、あなたは神話上の宝石のためにイカれた戦争犯罪人たちを敵に回してるわけ。それは言われてみると無謀な話に聞こえるな。ああ、ご意見どうも、ジェフ。そしてその宝石がここにあるわけね。あ、いや、違う。石自体はここにない。ねえ、あれないの？ない、シャングリラだ。シャングリラ？ねえ、知ってるだろ、シャングリラ。ちょっといいかしら、ダーリン。やっぱり話は建物の中で続けた方がいいみたいね。メアンナ、行こう。オーケー。ここにいればしばらくは安全だ。でもやっぱり納得いかない。
ラザレビッチが金を目当てにするわけない。必要ないもの。他に何かあるの？来て。休んでる暇はないの。二人はここにいて。よし、ここから動かないでくれ。すぐに戻る。本当に戻れるのかな。